アルキュオーネー1915年、H.J. ドレーパーが、海岸で夫を探している。頭上を飛ぶのは2羽のカワセミ。アルキュオーネーは、ギリシア神話の女性である。同盟の女性が複数知られており、有名なものでは、ガオリ、あまり有名でないものにステネロスの娘、エレペーノールの母がいる。また、イーリアスによれば、メデアグロスの妻クレオパトラーは、アルキュオーネーのあだ名で呼ばれたという。 この女性は、アイオロスとエナレテーの娘で、クレーテウス、シーシュポス、アタマース、サルモーネウス、デイイオーン、マグネース、ペリエーレース、カナケイ、ベーシュディケイ、カルケイ、ペリメーデーと兄弟。一説にアイオロスとアイディアレアの娘、ケイユクスの妻。この夫婦は、傲慢さから、お互いをゼウスとヘイラーに例えた。そのためゼウスは、 ケイユクスを勝つ踊りに、アルキオネエをカワセミに変えたという。オイディウスによるとアルキオネエとケイユクスは、大変仲の良い夫婦であったが、ケイユクスは新託加害のために航海に出て、嵐に遭い、海で死んだ。夫の死を夢で知ったアルキオネエが海岸に行くと、海に一体の死体が漂っていた。アルキオネエは、それが夫であると悟り、夫の元に行こうとして、いつの間にか鳥になっていた。 そして夫の元に飛んでいくとケイユクスもまた鳥になった。神々によって鳥に変えられたのであり、二人は鳥となった後も仲睦まマジック暮らした。なお、オイディウスでは、アルキオネーの父アイオロスは、風神アイオロスと同一視されており、自分の子孫であるカワセミが冬、会場で卵を返す7日間だけ風を閉じ込めて、海が荒れないようにすると述べている。この女性は、プレイアデスの一人で、 アトラースとプレイオネーの娘、マイア、タイユゲテイステロペー、エレクトラ、ケライノー、メロペーと姉妹。アルキオネーはワタツミ、ポセイドオンから愛され、アイトゥーサ、ヒュリエウス、ヒュペレーノールを生んだ。子供たちのうち、アイトゥーサは、アポローンとの間に、エレウテールを生み、ヒュリエウスは、パウサニアスによると、アルキオネーとポセイドオンの子は、ヒュペレースとアンタースである。二人は、 トロイゼエムの古い王でヒュペレーア氏とアンテア氏を創建したアンタースはボイオーティア地方のアンテドーン氏の王だったという説も述べている。ありがとうございます。